造形性なんだろうなって思いますね。そこで私は考えてみました。苦節6年ですね、見えないもの、感じるもの、感覚というものは一体何だろうかということを考えてみました。で、通常私たちが絵をベースに考えたりなんかするときには構図論とかです、あれ写真とか絵画とか、まあ、デザインで言ったらレイアウトとかいうものをね、どうしたらバランス取れるのかなとかって考えるわけじゃないですか。構図論というものがあります。でもそれはすごくね、シンプルなものなので、なんかこれだと表面的なものかもしれないなと思ったりしました。そしてそういう中で完全すぎる抽象芸術論というものはね、一番最初に書かれたものなんですけれども、読んでみるとですね、分からないところはあるんだけれども、こういう考えもあるのかっていうふうに納得させられるところが結構あったんですね。やっぱり最初の人っていうのはね、徐々に行くんじゃなくて最初からボーンとこう理解できちゃう人なんだろうなって完全すぎなんか思いますよね。すごいもんだなって思いましたけど、完全すぎの抽象芸術論をですね、だいぶこう読み込んでいった時にですね、出てきたのはアルンハイムの芸術心理学なんですよ。アルンハイムという心理学者はですね、完全すぎる抽象芸術論をベースにして彼の芸術心理学の、多くの部分を作っていってるわけなんですね。だから完全すぎをやってるうちにアルンハイムが見えてきたわけです。で、芸術心理学っていうものがもちろんありますけども、私たちがやってる絵画とか、ね、彫刻とかっていうのは造形です。芸術って幅広いですか。音楽とか文学も含めますよね。アルンハイムは、まあ、美術に近いところをやってたんですけど、で、造形心理学っていうのがあるよということ。造形心理学って何だろうなって調べていると、目に見えるものをやるわけです。音楽と違って目に見えるものをやる。これだとそうすると、ね、視覚心理学っていう分野があるんですよ。私たちはなぜ物が見ることができるのか、どういう仕組みで物を見て感じるところにつながってるんだろうか、それが視覚心理学です。それの関係がゲシュタルト心理学っていうものです。ゲシュタルトっていう、認識の仕方っていうのは一体何だろうかっていうのが一つの視覚心理学の中にある、中っていうかな、まあ、同じようなものがあるんですね。そうするとね、それに関係して認知心理学だ。認知です。私たちが物事を見て、あるいは感じて、それが、一体何なんだということを理解できる、頭で、感じるだけじゃなくて、理解することができる。というのが認知です。認知症っていう言葉になったでしょ。老人のボケ。ですね、ボケって呼んじゃいけないと、認知症って呼びなさいと。認知症ってのはここのことです。これができない場合、認知とは一体何かっていう、これは認知心理学という。それに関係するのはやっぱりほとんどは脳で作業してきていますから、脳科学っていうものがある。それから最近では感性工学ですね、いろんな部分で実用的なところで使われるのが感性工学。こういうふうにですね、どん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 とこう広がっていくことができたんですね。そうしてみると、これらはほとんどが人間の生理学的メカニズムに関係しているものだなっていうことが分かるわけです。もともと人間の生理という、人間が持っている特性みたいなところに根ざしたもの、これらを研究しているのが心理学ですからね。それで考えたんですね。で、私が行き着いたのがですね、絵画における層的構造というもの。これです。これです。ですね、一番下、後で細かく言います。画面心理というものがあります。これはキャンバスだと思ってください。皆さん、まあ、油絵とか描いたことがあると思います。画用紙でもいいです。何も描いてない真っさらな真っ白な紙の状態。これが画面です。で、その時に実は真っ白なんだけど、ある性質をもともと持ってるんだよっていうこと。こういうのがこの画面心理の問題。それからその上でなされるのが微積形式原理というもの。これはシンメトリー、コントラストとか。その上にですね、目に見えている状態として空間設定、遠近法とかですね、実際に見えている絵の具の状態、何が描かれているか、フォルムという、この4つの階層、これがアニメのセル画のように重なっていると思ってください。アニメーション皆さん大好きで、描いたりもなんかしてるわけでしょ。セルのように背景の
セルがあって一番バックにね、その前に、建物とか人物とか配置しますよね。そして口パクだけをセルと配置するっていう、こういうような形で積み上げていくわけじゃないですか。積み上げていって上から覗いてみた時には一つの画面になっていると思ってください。これ精神的な部分、心的な部分なんです。そういう要素がですね、一枚の絵画には秘められている、込められているんだというふうに考えることができないだろうかということです。言葉を変えると分析的に見るということです。作品を見るときにはね、最初にパッと見て何だろうとかぼわーっと見ますよね。そしてそれをさらに分析的に、こうだとこの部分についてはどうかな、こっちの観点から見ただけどうかなっていうのは分析的に見ていきます。そしてもう一回それらをひっくるめた形で全体として見るという、そういう作業を行うわけですけど、ここで言ってるのは一回バラバラにしてみようということ、そのことが分かりやすくなるんじゃないのだろうか、私は考えるわけです。まあ今言ったようにこういう4つの層として、考える方法を取ってみましょう。それをですね、こういう図にしてみたときには、一番下に基礎平面、キャンバスの字ですね。そしてその上に微的形式原理というものがあると。見えている要素がある。そしてここには空間設定として、遠近法を具象画の場合使いますよね。ところが抽象絵画の場合遠近法ありませんから、どういう空間設定をしているか。空間を深めに設定する、あるいは全くないような平面にしちゃう。そういうのが空間設定。それらの上にフォルムとか色彩効果があるわけですよ、ね、だからこれらがね、干渉する作用、上から見てると思ってください。干渉する作用、こう見てるんだよということですね。この辺のところが絵画における層的構造としての分析の方法です。何を言ったんだ、さっぱりわからんぞと言うかもしれませんが、まあそうですね、こんなことはですね誰も言ってなかったんで、私が考えましたので、なんだよお前考えたでしょうがないだろうと言うかもしれないですけど、でもね10年ぐらいしたらね、まあ、もうきっとねこういう理解の方法が分かりやすいんじゃないかというふうになるのではないかと私は思ってます。それでさらにそれをですね、言葉をはめてみます、指摘要素、フォルムとしてはね、人とか物、記号でしょ、テクスチャー、タッチ、ぼかし、にじみとか、実際にね、目に見えてる状態って絵の具の状態考えただけでもいろんな表現、言葉での表現の仕方あるじゃないですか。で、明暗、陰影、調子、トーンとかね、線遠近法、浅い、これは空間ですよね。線遠近法がありますよね。から平面化、平面、あるいは字と図、こういうような言葉で空間設定を、表現することができると。あと微的形式原理、あとでやりますけど、シンメトリー、コントラスト、リズム、統一、調和、バランス、これ大事な用語なんですけど、これらを組み立てている用語というのは対象、中心軸、対比、代償、協調、鮮明感、こういうような言葉で、微的形式原理というものが組み立てられていると考えることができます。で、最初に言いました学生の分析で赤線が引いてあるところの用語です。これはここを使ってるわけです。ここの用語を使ってこの、モーリス・ルイスの絵を説明しようとしているわけです。ですから皆さんにはこの用語を使いこなせるようになってもらう必要があるということなんですね。よろしいでしょうか。そこまで。さてそれで、造形性の基本、これで2ページ目に入りますね。2ページ目、造形性の基本というところに行きます。で、次のページからですね、基礎平面、3番目、4番目、5番目、6番目、7番目、8番目までずらずらと5ページごとに見ていくというふうになっています。で、それらがですね、画面の構造というものを大きく分けるとですね、画面があります。これは平らな、それ絵の具とか、描かれたものを受け止める平面ですね、基礎平面があります。そこにはです、ね、基礎平面とか心理的バランスの構造図という要素が働いているというふうに言えると思います。そしてその上にですね、まあ、これちょっと浮かんだ感じに書いておきます。絵の具でちゃっちゃっと描いたとしますよね。絵の具で描いたものは画面の上に乗っかってるわけじゃないですか。セル画にしたら上に乗っかってます。その時にはですね、
線や 線の性質そのものがあります。トゲトゲしたり柔らかであったりっていう、その描かれたもあのパーツが持っている特性みたいなものがあるんですね。視覚的力動性、それがですね、ざわざわ感じさせたりとか、ね、それからね、穏やかに感じさせたりとか、強く感じさせたり、弱く感じさせたりっていうのが力動性、人の心を動かす、ね、あと、動きとかスピードを感じさせる、方向性を感じたり、動いて見えたりというようなことがあります。そういう要素をこれらの図の方ですね、図は持っているということが言えます。でそれらの関係を図と図の性質、あるいは水平垂直の関係性というものがつないでいるということを言えると思います。この辺のところを造形性の基本としてこれから見ていきましょうということになります。さて最初にですね、手順的に見ていきたいのはですね、この辺りはもう実際に見えなくて感じるものなんですけども、理的形式原理というものを見ていきたいと思います。理的形式原理を見て、真ん中に挟まれているということになります。まず用語の理解から、理的形式原理っていうのはどういう言葉なんでしょうかということですね。まあ、美的ってのはちょっと置いておいて、形式とは何かっていうことですか。これまでも結構しつこく、形式って何というふうに皆さんに尋ねてきましたよね。だからもう答えられると思うんですが、目に見えているもの、直接実際に目に見えている状況というものが表面の現象ですよね。これが形式である。目に見えているそのまんまの状態というものが形式であるということですね。例えば形とか、まあ、形態ですよね。それから線とか色、色面ですよね。そういうものは私たちは描かれたものを見ることができるわけです。あるいは音楽の場合だったら音とか声、音や声っていうのは直接的な知覚です。これ形式、音楽における形式です。でね、はい、ここに書いてあるぐちゃぐちゃしたものは脳みそだと、脳みそを断片的にこう横断、縦に切ったもの、スパッと切ったもの、思ってください。それでこれギョロッとした目ね、目玉です。これ神経系統です。ここに木がある。木を私たちはこの目で光、レンズ、網膜像、これを使ってまず1の感覚的な信号への変換を行ってくれるわけです。私たちが見たものっていうものは、感覚信号、まあ、これ電気的なものらしいんですけども、に変換されるわけですね、ここでね。それでそれがどこに行くかというと、脳の後頭部、後ろの方に行きます。そしてここで基本、画像処理がなされます。目で見たものが2番目、画像処理がなされます。どういう画像処理かっていうと、まず基本的な形態を処理していくわけなんですね。でね、分かりにくいかもしれない。ここにね、この辺で処理してるんですよ。で、V2、V3、これ4つ置いてきましたけど、V2 という V はですね、どういう作業をしているかというと、明暗とか輪郭を分析する仕事をしている、この辺で、ね、これ V3 っていうのは水平垂直を判断する分野があるんですよ。それと分野が違うんですよ。役割分担してるんですね。それから角度を測るところ。V1 はですね、角度とか奥行きを測る。奥行きですよ。測るところがある。V4 は色や動き、色や動きを判断するところがある。それぞれ脳はね、実はこれ V8 まであるんです。V1 から V8 まであって、その8つの機能がそれぞれ判断すると機能が違うらしいんですよ。っていうことなんですね。そういうふうな処理をここで画像処理として行うわけです。で、その後でこれを頭の頭頂葉、頭の一番上の方に、これ前頭葉なんですよ。ここで持ってくるんです。そこで知識との連合を行う。つまりだいたい過去の自分の経験の中で、これは木だ、これは人だというのはここで分かる。ここで分析をした結果を送るわけですね。で他にいろいろな、デリケートな部分というのを感じるというのはここで処理するわけです。これが認知です。だから認知症というのはここの作業ができないんですよ。これが弱くなっているのが認知症ですね。見えてはいるんですよ。で過去の自分の経験と一体化させる、あるいは知識と結びつける、これが認知です。そういう作業を行うというのが人間の、見えているものの処理の仕方であるわけです。それでここで行われた基本的形態の処理、
明暗水平角度色動き、これが原理なんですよ。心理的なところの原理、シンメトリー、ハーモニー、リズム、そういうようなものっていうものは、いろんな、例えば絵画というものを見たときにはですね、そこにおけるいろんな要素というものを判断するというのは、この作業の結果はまさにこれをやってるわけですよ。これが原理になります。だから美的、形式、原理っていうのが見えているものをどういうふうに、理解するのかと、分析的に理解するのかという、そういう作業のことを言うということですね。用語としてはこの辺のことを言ってます。言葉としてはこの辺を言ってということになります。これが美的、形式、原理の言葉の意味ですね。それでですね、今までですね、その美的形式原理という言葉はあったんですけども、それがちょっと分かりづらかった。それはなぜ分かりづらかったのかっていうと、それが整理されてなかったからだと思うんですね。それで私は整理しました。で、分類する。大分類、中分類、造形手法と大きく3つに分けました。で、まずですね、反対にするとちょっと分かりづらいかもしれない、こっちからいきますけどね、全体的にまとまりがある、それは統一と言います。それからいい感じ、気持ちよくなっているやつ、心地よく響く状態がハーモニー、響くってことですね、調和です。それから、安定した感じを与えてくれる、不安定な感じじゃないやつのがバランスですね。統一、調和、バランスっていうのリンゴでも美味しいです。統一、調和、バランスっていうのが美の一番の要素なんですよ。統一されてる、バランスが調和されてる、これは一番行き着くところというかな、まあ、理想とするところなんですよね。で、それらを組み立てている要素は何かと言ったときに、中分類です。シンメトリー、コントラスト、リズム。シンメトリー、コントラスト、リズム、この3つがですね、何を落としたんだよ。シントの2人です。シンメトリー、コントラスト、リズム、この3つがそれらを組み立てている下にある要素だと思っていいんじゃないですか。さらにシンメトリーを組み立てているのはこの辺です。非対称、平行、回転、分割、比率、この辺の要素がこう組み立てられていることによって、あ、シンメトリーになっているよねって言えるんじゃないか。対比だったら反復、交代、アクセント、グラデーション、こういうような要素を使うことによってコントラストを表現することができるだろう、ね、リズム、連続、繰り返し、正確、繊細、大胆、こういうこと、ね、だからこれらを組み立てることによってこの中分類を作っていって、トータルとして一つの画面をこういうふうに調和させていくという、そういう作り方というものを美的形式、形式原理を使うことによって、組むことができる、積み木を組むように組むことができるだろうというふうに説明ができるんだろうと思うんですね。もうちょっと具体例をちょっと入れてみました。今ここの部分に、シンメトリー、コントラスト、リズムですね。シンメトリー、三角形、真ん中に線が、左右対称ですよね、安定してますよね、この牛骨、動物あるいは植物っていうものはある程度シンメトリーの要素、左右対称の要素って持ってますからね、それを使った場合にシンメトリーいきますよね、これは中東って言いまして、柱の上の飾りなんですね、植物のアーカンサスの上の飾りなんですけども、これは回転対称、平面じゃない、立体でも回転対称というのになりますね。コントラスト、これ明度対比ですよね、対比の違いによってコントラストが強かったり弱かったりします。それからこういうの、比較の実験というか、お試しで見たことあると思います。この黒い円はね、同じ大きさなんだよ。見えないでしょ、なぜでしょうねっていうやつですよ。これは比較によって、コントラストによってですね、違った大きさに見えちゃうよっていうやつ。あとこの絵だったらね、まあ、洞窟の中の、鍾乳洞の中の雰囲気みたいな感じなんですけども、コントラストが非常に強いことによって、ズキッとしたような、心に響くような、暗がりというか、そういうものを与えられたりします。コントラスト、リズム、まあ、大中小、そういうようなものが傾いていたり、あるいは繰り返したり、することによって、
人の心の中にですね、ある、動きというかな、感覚的な動きというものを生じさせる。あとこれ人物を配置することによってもね、こうリズムが生じてくるという抽象表現、プレーなんかですとね、三角形あたりをこう配置したりなんかすると、ここにピッピッピッとこう動めくような感じの、イメージみたいなものがなんとなく心の中に湧き起こる。これリズムですよね。まあ、こういうものが抽象的な表現をベースにした時にも感じられるわけです。あるいはこれもそうですね、シンメトリーは左右対称って、まあ、それだけじゃないんですけども、そういうふうに言われるバランスです。コントラストも明るかったり暗かったり、直線であったり曲線であったり、リズム、繰り返し定期的なバランスが取れていたりアンバランスであったりしますけれども、大中小とかです、そういうような形でリズム、まあ、こういうふうにです、抽象、特に抽象的な形態の場合にはコロナのシンメトリー、コントラスト、リズムというのは分かりやすい、使われ方をするわけですね。はい、今一つですね、美的形式原理というものはどんなものかというものをちょっと紹介したわけです。次に画面心理です。4バスのところですね。これちょっとですね、初めてこういう中身を考えると分かりにくいなっていうふうになるかもしれませんが、からちょっとこうのんびり聞いてください。これは先ほどから言ってるカンディンスキーさんとかアルンハイムが言ってることを紹介する中身になります。これキャンバスだと思ってください。ハリキャンですね、買ってきたキャンバスです。まだ何も書かれていないんですよ。絵画の画面、これですね、何も書かれてない画面はただの四角形ではない、画面は均質ではない、ただ真っ白いだけの四角形じゃないよ、上下左右で異なる、上下左右で画面は違うんだよ、何も書かれてなくて真っ白い画面、はい、与えた時にね、ピコ太郎与えた時にね、画面の上下左右、これ性質が違うんだよ、そんなバカな、はい、これはどういうことか、画面があるとします。これね、普通は立てます、壁にかかっているものという前提を取りますけどね、こういうふうに画面の枠縁だから、上この辺はですね軽い感じがするんですよ、もともと持ってるんです。これはね、まあね、モネですけども、絵が描かれてないとしても、ね、真っ白い紙が、紙じゃないキャンバスが画面にね、額縁の中にかけられてたとしますよ。その時ここはね、特にこの辺はね軽い感じがする、この辺はね重い感じがする、下半分はね重い感じするんだよ、この辺は重い感じするけど、特にここがね重い感じがするんですよ、そんなバカな。これ言ったのがカンディンスキーです。アルンハイムはですね、真ん中にはね磁力がある、磁石に吸い付けられる磁力がある、ここにもそれよりも弱い毛がある、端っこ、端っこにも磁力がある、ここにもある、ね、対角線にもある、この辺に物をちょっと吸い寄せられるんだよ、この辺によって真ん中に行くよ、でね、辺にも磁力があるんです。だからこの辺にですね、例えばこの辺にね置いた、こっちに、ね、上に、ね、引っ張られる、ここに置かれたものはね、こっちに、ね、引っ張られる、そんなバカなって、この2つは完全式であるハイムがすごく著者の中でも最初の方に強調していることなんですよね。これが基礎平面の考え方、何も書いてない紙に性格があるんだよということです。これ完全式が言ってることです。四角の平面はまず縦長横長はね違う心の響き方を指してるんで、横長、最近のテレビ画面ってこんな風になってきましたね、だん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 横長になってきたわけです。昔は4対3でしたからね、横長になってきた、こういう画面っていうものは横広がりはですね
冷たい感じがするんだよ。それは比較の問題です。縦長、皆さんスマホ縦で見てますよね。そうすると空なんか映した時にこういうような映り方するわけじゃないですか。そうすると上下への動きを感じるんだよ。で、下から上にものが動くような感じです。左右から圧迫感を感じる。それは分かりますね。左右からこう圧迫感を感じるというのは分かりますよね。しかし、これは横広がりに比べると温かい感じを与えられる。ちょっとそこはですね、私もよく分かりませんけど、とにかくね、縦横比が違ったりすると、それでも人間は違う感覚を与えられる。そういうふうに考えられるんじゃないかなっていうのを関連式は言ってます。